皆さんは生活支援コーディネーターをご存知ですか？生活支援コーディネーターは皆さんと一緒に支え合いに満ちた住みやすい街づくりのお手伝いをします。それでは生活支援とはどのようなことを指すでしょうか？生活支援とは住民同士がお互いに支え合うことです。住民はご近所さん、スーパーやコンビニ、NPO 法人、地域団体、ボランティア団体、医療・福祉関係、タクシー、運送会社など様々な人たちで成り立っています。支え合いの例としてはゴミ出し、掃除、買い物支援、移動支援、見守り、調理、病院付き添いなどが挙げられます。このような住民同士の支え合いを活発にするため、住みやすい地域を実現するための話し合いの場として協議体が設置されています。協議体では住民や生活支援コーディネーター、行政などが連携し、地域でできることできないことを話し合い、住民主体の取り組みや生活支援サービスの開発などを検討します。それでは薩摩川内市の生活支援コーディネーターの米澤さんと一緒に、薩摩川内市統合庁本俣自治会の支え合いの活動について見てみましょう。はい、私は薩摩川内市第2層生活支援コーディネーターの米澤です。生活支援コーディネーターとして活動して3年になります。普段は担当する統合地域の集いの場、ふれあい地域サロンや地域行事などにお邪魔させていただいたり、地域住民、公的機関、民間機関や NPO などと連携を図りながら、把握したニーズに対して地域資源や各関係機関につなぐお仕事をしています。はい、今回ご紹介いたします本俣自治会は、鹿児島県薩摩川内市統合庁の藤川地区というところにあります。本俣自治会一番の魅力は何といってもこの豊かな自然です。世帯数14世帯、全人口19名、高齢化率 70% 以上の本俣自治会の方々はお互いに支え合いながら暮らされています。本俣自治会には30年以上続くふれあい地域サロンや20年以上続くブランドゴルフ茶会があります。そしてそれらを支える自治会長夫婦や出身者の方々の存在があります。他にも様々な工夫を凝らしながらお互いに支え合い暮らされている本俣自治会の方々です。それでは本俣自治会の活動を覗いてみましょう。おはようございます。はい、いつものように。おはようございます。
いつも白ご飯は毎日食べてますので、うん、お客さんがあるときは混ぜご飯とサラダと、うん、まあ煮しめをしたりですね、うん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 、それでもてなしています。はい、もう当てた。おお、すごい。金田、金田。あ、金が鳴るんですね。やりちゃった。1回目は25、2回目は18だった。うん、そうよかったりだと、心配しようかな。いない、焼いた。あ、頭やくなって、うん。おしゃるけさ、煮ちょっとった。ここになっちゃった。うん。こうやってその灰は、じゃないもんにやった。ああ、はい。よかった。はい、で、ゲームに出て。ビチャラやったな。ビチャラな。ごめんなさい。はい、はい。ないと思う。はい。それでも、たぶん、ごちそうです。ごめんなさい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 。17でもいいですね。16でいい。16でいいの。そうでない。うん、だから。おはようございます。おはようございます。今日はちょっと遅いでしょ。今日はちょっと遅いでしょ。おはようございます。じゃあお金だけはいいの。おはようございます。私もおはようございます。こんにちは、ホームです。本俣自治会のように鹿児島県内では様々な支え合いの活動が行われています。鹿児島県では県内各地の活動を取り組み事例集にまとめ県のホームページに掲載しています。こちらの読み取りコードから取り組み事例の掲載ページへアクセスできます。今回紹介した本俣自治会の事例も掲載しています。お住まいの地域の活動のヒントが見つかるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。